こんにちは。発達王子こと、まゆです。このチャンネルでは ASD 当事者の自分が日々思うことや体験談などを真面目、交えながら発達障害についての情報などを発信しています。最後まで見ていただけるととっても嬉しいです。さて、今日のテーマなんですけど、断りベタな ASD についてですね。まあ、自分もなんですけど、まあ、ASD の方ってすごく断るの下手かなって あの、日々、あの、いろんな方と接してても思います。まあ、自分は普段就労支援の仕事をしてるので、まあ、本当に発達さんと関わり会っていうのめちゃくちゃ多いんですけど、すごく断るの苦手だなっていうのも、すごく感じてますね。なので、その理由をちょっと、断れなかったりとか、断り方が下手くそな ASD のその理由について語っていきたいと思います。まず、一つ目ですね。断れない理由、一つ目が、自己肯定感が低い。まあ、何かお願いされたりしたときに、 まあ結構自分の中では、例えばいっぱいいっぱいだったりとか、今日やることあるのになとか思ったりしたときにあ、なんか、まゆさんこれお願いしますねとか言うと、そう自分がなんかこんな断っていいんじゃないか、いいのかとか、まあ、せっかくもらった仕事なのにとか、すごく苦手な、自分にとって苦手なことだったりしてもですね、あせっかく自分に振ってもらえた仕事なのにとか、まあ、これを断っちゃうことで、自分はこれ苦手ですって言ったことで、本当に欲しい人と、自分のやりたい仕事まで、 できなくなっちゃうんじゃないかなとか思って結構断れなかったりすることがあるんですね。まあその、まあサイト自分の場合ですと結構細かい、あの目を使う仕事が苦手なので、あのとか細かい数字とか見たりするのが、本当は事務仕事できるけど苦手なんですね。しあんまり本当は本音を言えばやりたくない。でも結構そういうのとか、 あの実は結構就労支援のスタッフやってみて思うのはすごく事務処理とか多くって、まあ、でもそういうのやらなきゃいけないんですけど、まあ、でもそれをお願いされた時とかそれのプロジェクトに入ったりする時ってあすごく任命してもらえたことに対してすごくとか入れてもらえたことに対してはすごく嬉しいんですけどただすごく本当に。 苦手だなっっってて思うこと,とかすごくいっぱいぱあって自分がここまで本当にできるのかっていう不安だったりもするんですけど、まあ、やっぱりせっかくもらった仕事だしっていうのでし自分なんか断るような立場じゃないんじゃないかって思って結果引き受けてしまう断れないっていうことはよくあるかなって思いますで次2つ目ですねコミュニケーションが苦手ですねまあ発達さん、まあ、ADHD さんもですけど ASD さんもは全ての発達さんでコミュニケーション苦手っていうのは共通している部分かなと思うんですけど、ASD の自分としてはですね、断り方がそもそもわからないっていうのはあるんじゃないかなって思います。その、どういう言葉を使って、あの、断ったらいいのかとかが、多分、今までの経験上とかですね、いろいろ断ったりとかして、結構何,何か喋ると結構自分の場合もですけど、発言がストレートすぎるとか、言い方がストレートすぎるとか言われて、 結構曖昧なな感じでで言い方すするのが苦手なんですねだから相手が嫌な思いをせずにいかに断るかっていうのはすごく分からなくてどうしていいのかが分からなくって、まあ、断り方わかんないしでそういうことにどうやったら断ったらいいんだろうって頭悩ま,され悩ませてるぐらいだったら,だったら、まあ、じゃあやってしまったことは楽なんじゃないかと思って結果引き受けてしまうで自分がいっぱいいっぱいになってしまうっていうことも結構あったりするのかなって思います。 なので、断り方に分けっていうのは、すごく、あの結構、断れない理由に対して、もう、すごく大きなウェイトを占めてるんじゃないかなと思います。で、次、3つ目ですね。自分のキャパを測るのは下手っっていうことですね。あの、感覚過敏とか感覚どんまっていうことは、発達さんのことを知ってる人だったら、あると、聞いたことあると思うんですけど、自分は結構、自分のキャパとか、自分がどこまでできるのか、自分が疲れ、 自分の疲れとかを気づくのが苦手だったりするので、なんか気づいたらキャパオーバーしてるとか、あとは調子のいい時にあのいろいろ詰め込んじゃったりとか予定を、これできそうだなっていうのはあの思ってあの引き受けちゃったりとかっていう時が結構多いんですね。なので、自分できるかなと思ってやったりとか、自分なんかがっていうその再生していやつですね、思って引き受けるんですけど、その結果、自分は。 にとってキャパオーバーバなんてことはよくあったりしますなので、すごくその最長が不確定な中、どう伝えていいのかも分かんないしっていうので、そのキャパを測るのは苦手っていうのも、実は断るのが下手な人の一つの要因なんじゃないかなって思います。で、まあ、以上、3つは断るのは苦手な理由なんですけど、でも、ここだけで終わったら、あれなんで対策もちょっと簡単に述べていきたいと思います。 まず一つ目だったら、一つ目ですね、断り方はわからないについては、まあ、もう断り方を定型文で覚えちゃいましょうということですねあの。例えばですね、すごく仕事は自分も周りの,だの人が忙しくて仕事をお願いされたとします。でも自分が体調悪かったりとか、疲れてたりとか、キャパオーバーかなっていうのが分かってた時だとし,てま,しますね。そうしたら、例えばですね、 マユさんこれお願いしますって言われやってもらえませんかとか、手伝ってもらえませんかって言われたとします、仕事してて。そんな時は、まず、定型文ということで、まず最初、申し訳ありませんっていう、ね、謝罪をして、で、うん、誰々さんそう、本当忙しそうですもんね、大変そうですもんねって言って、相手に共感を示してあげる。で3つ目で、まあ、本当は自分もすごくお,お手伝いしたいのは山々なんですけどっていう、すごく自分の気持ちを伝える。 あでも今日はちょっと体調が悪くてですねとか、あとはもう自分も今の仕事で手一杯で、僕本当申し訳ない、手一杯なんですって言って、なのでちょっと今日は難しいですっていう結論を伝えて、最後にすみませんってもう一回謝るっていうのを、定型文で持っておくと応用が効くんじゃないかなって思います。まあ、正直ね、思ってもないこととかっていうのは、多分すごく伝えるの苦手なんで、まあ、本音を交えて、 あの、作りやすい定型文というのを、それぞれ見つけておくといいんじゃないかなって思います。まあね、あ,あの、思ってもないね謝るのことかも苦手なんですけどね。でも、まあ、自分を守るための言葉だと思って、心の摩擦はあっても、まあ、こういうのを見つけておくといいんじゃないかなって思います。あとは、それ二つ目ですね。その、断れない、あの、自己肯定感の低さで、 自分の欲しい仕事、やりたい仕事もあの逃すんじゃないかとかって思ってることに対しては、本当にタイミングが合わなかっただけとか、えーと、縁がなかったんだって思って、まあ、また次のタイミング見つければいいじゃないかって自分に言い聞かせるようにはしてます。まあ、それで、まあ、断って結局、断らずに引き受けてしまったことで自分のキャパオーバーして、 自分のパオーをバーして、結果違う人にお願いしなきゃいけなくなるとかの方は結構多分心の摩擦的にも大きいかなって思うので、まあそうなるぐらいだったら、ちゃんと本当に断って、丁寧に断って、本当やる気があるっていう姿勢を見せつつですね、あの、今回は縁がなかったんだなって思うようにするのがいいんじゃないかなって思います。あとはですね、3つ目が。 体調が悪い前提で予定を入れましょうということで、断るときも、まだまだ自分いけるなって思うときがあるから断れないとか、あ、これ前できたからいけるんじゃないかみたいな、その体調がいいときにできたこととかを想定してやりがちなんですけど、まあ、だいたいコンディションは安定しないですし、その体調も1ヶ月の中ですごい波があると、1ヶ月どころか1週間の中でもすごく波がある発達さんなんで、う体調が悪い前提、疲れが溜まりに溜まってる前提で、 まあ60%ぐらい、調子がいいときの60%ぐらいのキャパで予定詰めておくのがいいんじゃないかなって思います。まあ、以上が断り下手な ASD について3つですね、理由と対策をお話ししました。まあ、自分もすごくコミュニケーション苦手で断るのも下手なんですけどとかやりたいこともいっぱいあってこれ断り出せないなやりたいなっていう気持ちも強いこのものがいっぱいあるんで断れないっていう気持ちもすごくわかるんですけど まあ断る勇気だったりとか、その周りのことを考えてあえて断るっていうのもすごく大事なのかなっていうのを最近すごく思っているので、今日はこのことについてお話ししました。最後まで見ていただ,見てい,ただいてありがとうございました。まゆでした。